え、でもその23が降り立つと次も残虐されていかんのかな。勝ちゃいいだけだ。はい、俺もう降りたところパー出すから、うん、ここ、あ、ここから俺パーしか出さんから、はい、うん、3連続パーでいくから、はい、うん、次信号あるね。ちょっとじゃんけんするか、はい、パー、じゃんけんするか、パー、よーし、いくよ、はい、最初はグー、じゃんけん、パー、おー、勝った勝った勝った、あー、いやいやいや、よかったよかったひでえまあ、ここはね、すぐ決めとかないといけませんからね。そうね。なんだったっけ、あ、そう、激音と別に速音ってのもあって、うん、か、か、うん、がっていう、うん、かの方は途中に来たら小さい中がつけたと思ったらいいわ、うんうん、っていう音で3つに分けたりするもんで、うんうん、これまたなかなか、まあ、マスコミ越しやとちょっと伝わりにくいよね、この辺り。うん。なんでかって、おーとお、例えばさっき言った、おーとおの分け方は、あー、日本語で言うあーの口で、おって言おうとすると、おーってなって、日本語のあいうえおのおで言おうとすると、おーってなる。あー、違うね。口の形と出そうとする音のパターンがあって、うん、うーも、それがあるのが、言いはすぼめて出せやもんで、うん、いいはいいだけない、で、あーもあーだけないけど、うーも口をすぼめた日本語でよく使うあいうえおのうーと、いいみたいな口の形に平たくして、うーっていう、うーっていうのがあって、うん、それを使い分けてるもんで、うん、これやっぱ、あの、現場やるときに分かりやすいのは口の動き見といたら、うん、うっぽいけど、あの、口横にしとるから、あ、うーの音やなとか、うん。それマスクしてたらちょっと分からんね。うん。あと基本的にその爆発させてしゃべるもんで、うん、うん、海外の現場で、ね。だもんで、それは、日本語みたいにしとったら通じないっていう。だからマスクかでもいざ話し出したら、あーってパンって外してあーって言っとるもん。海外の人はようやっとった、うん、俺もやっとったけど、うん、あれあれあれ何何あーからーってあーからーって言って、日本人相手にやるときは気をつけなあかんかったけど、めちゃくちゃ気にするけど、海外の人気にせん。特に。この先も T0 やね。あ、T0 やね、はい。あ、これちょっとじゃんけんとかなんかパー。はい、なんかパー。よーし。さっきからパーで勝ってるからな。これはきっとパーを出したくなるな。よし。最初はグー、じゃんけんパー。ほっ、チョキを出してしまった。おっと、これは三里ってなってるじゃないか。このままだと榊原温泉の方に行っちゃうんじゃないかな。なあ。はあ、なんだこの茶番は。ひでえ。茶番といったら、あのドン・キホーテのあれもやば、なんかやばかったね。あ、ドンペン君みたい、うん、いや、あれ絶対なんか、あの横読み気づいてな。横読みがあって、うん、なんか戦いますっていうのと、なんか、うん、もう一つなんかね、あったのよ、あれなんか文面見てると、うん、開業がちょっと不自然なところがあるから、うん、なんか縦読みか、一応あれ横読みになっちゃうんだけど、画像だと、あ、画像のコメントを見て横読みすると、そのなんか投票で決めるぞみたいな次の展開をなんか、うん、暗示してた感じがあったんだけど、うん、なんかそこまでいかずに中途半端に、うん、ね、うん、炎上して終わりましたって感じになっちゃったけど、うん、なんかもう一つ騒動起こりそうであったけど、うん、ね、え、本当は何だったんだろうね。何だったんだろうね。大体、クラブドンペンカードってクレジットカードの名前でもあるんだから、うん、なくすわけがないんだよね。うん。なんかあれに釣られてる人が多くて、本当になんか、うん、アホやなぁ思った、うん。すげえ高みの剣もするんだけど、うん、上からだけどなんか、うん、釣られてる人はちょっと、うん、アホでしょ、ちょっと。だから、
あバカなことやってるなって言ってへへへって言ってやってる人と、うん、何か怖いって本気で思ってる人もいるってこと怖いんだよね、うん、あの底抜けのバカ、うん、うん、まあドンキの客層見てると、うん、信じ込んでる人多かったなっていうのは分かんないけど、うん、いや、ドジョウちゃんもなんか、ドジョウちゃん、ドジョウ君やったっけ、ちゃんなんや、ちゃんなんやね、ちゃんなんやって、あ、でもなんか、忘れた頃にまた、うん、ピョイと出てきそうやけど、うん、あの、浜のベイスターズのあのスターマンやったっけ、ホームにされた方はホッシーです、うん、あ、ホッシー、そう、ホッシーや、ホームにされた、うん、逆に覚えられがちなの、ごめんごめん、そうや、あの星っぽいのがスターマンで、スターマンっぽいのが星です。ごめんごめんごめん。あ、俺もまたまだね。あれこっちなんで、ね、うん。ほらシャオロンドアラくらいさ、ちゃんとさ分かりやすかったなあれね、うん。名前のインパクト的にはな。そう。そう。スターマンっぽいやっていうの方が。まあしばらくなんか虫なりで走っとったらいい気がするな。そうね。なんか喋っとったらちょっと急に車内がまずくなって、ちょっと汗もかいてしまったよな。あ、11時か、うん、なんか日帰り温泉施設とか空いてるとちょうどいい時間やな。そうね、うん、これどれくらい編集でカットしたんやろうな。怖いんだけど。いや、もしかしたらあたかもすごいガチ勝負でやっとる感じが出したのかもしれないね。大丈夫だって撮ってるの2人で、うん、あの他のさ公共施設で撮ってるとかだってさ、うん、あのほらあのこういう風にやってましたって後ろでさ撮られ撮った人ってさ、うん、あの暴露されてさコラコラさんにさ砲撃を浴びたりとかさ、うん、なったりすることもあるかもしれんけどさ、うん、この2人しか知らんのやから、うん、誰もここの後ろに誰も乗ってるわけじゃないんやから、うん、絶対にバレない嘘ってのあるんだよ世の中には。あははは、あ、そっか、ここか、片田か、いや、ここの郵便局の作りがさ、どこも増えるさ、ここまでいいと思うんだけど、そうだね、なんかあの、うん、他だとあの、風車とか見えそうだよね。だね。ちなみに、榊村温泉って露天風呂あるところあったっけな。ああ、あるね、いくつかね。あるか、あるかい、はい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 。そうかい、そうかい。まあ、寒い時期入ってきたしね、それから温泉需要というのもね、増えるからね。うん、まあ、温泉に行ってよくっていうのは忘れてもジャンキーが決めることではあるんだけどね、いやこのノリに若い子はついてこれるのかなとか、若い子じゃないところも怪しいけどな、うん